こんにちは。オンラインと福岡と大分で洋裁教室の先生をしている洋裁工房のうさこです。おいっ子たちから鬼滅の刃の羽織が欲しいなと要望されたので、浜戸炭治郎のごっこ服を作りました。これは型紙といって、実物大の設計図です。柄が合わないと格好悪いので、布を切る時点で柄の配置を考えます。今回の柄合わせの基準は肩です。帽子の中心を肩にして型紙を写します。布の周りをほつれ止めします。家庭用ミシンのほつれ止めでも問題ありません。袖と胴体を表同士を内側にして重ねます。1センチ幅で縫ってください。表同士を内側にしております。袖口から脇まで1センチ幅で縫います。カーブは針が刺さった状態で、押さえを上げて向きを変えて縫います。脇を1センチ幅で縫います。裾を2センチ裏に折り、1.5 センチ幅で縫います。襟を三つ折りします。熱接着の両面テープを使うと柄がずれません。襟と胴体を表同士を内側にし、1センチ幅で縫います。襟を半分裏側へ折り縫います。袖口を1センチ折って縫います。柄合わせを除けば初心者でも作れる難易度ですよ。今回作ったのはパンコス衣装ではなくごっこ服なので、下の服は気にしないでくださいね。もっと詳しい作り方はサイトを見てね。この動画の内容は覚えなくていいんです。見てもわからないというのは、理解する能力がないからではなく、頭で想像するための材料、情報が足りないだけなんです。だからその情報を増やすためには、覚えるのではなく、実際に作業をしながら動画を一時停止して、同じように真似をしてみてください。手を動かすのが先です。情報が揃えば理解は後からついてきますよ。もっと洋裁のことを知りたい、いろいろ作りたいという方は洋裁工房をフォローしてね。